はい、皆さんこんばんは。ちょいこうだな、もうちょっと待ってね。はい、こんばんはです。今日はスムーズにスタート切れてるこないだ本当苦労したよ。 iPhone 壊れちゃってね、何回立ち上げてもプツプツ落ちちゃうんで大変苦労したんですけど、実は iPhone が、11 Pro になりました。これカメラ11 Pro に広角レンズになっててね、画角がワイドになってね、なかなか今自分で広くなったでしょ、映ってる範囲が。これ先週のライブと今と後で見比べてもらったらいいんですけど、この映ってる範囲がすごく広くなってるよね。この辺がやっぱり広角レンズのねいいとこなんだよね。ちょっとずれてるなもうちょっと直すね。ちょっとずれてたら気になるんだ、これ日本人ってな。水平がよし良くなったかな。よしよし落ち着いた。はい、やっぱりいいね、新しいものはね。iPhone X と11はね、そんなに大きく変わったわけじゃないけど、まあ一番変わったのがレンズね、で広角が効くようになって、船の上なんかで撮影するときにこの広角で撮れるってすごくいいんだよね。ちっちゃい船だとなかなか全景が映せずに、こう狭苦しい絵になるのがね、僕ちょっと悩みの種で、 iPhone に外付けの広角レンズみたいなものつけたりいろいろ工夫したんだけど、うまくいかなかったのがようやくこの11でね、納得のいく絵面ねえ、ちょっと一時我慢してたんだけど、まあ先週10が壊れちゃったんで、思い切って買い替えました。はい、じゃあ今日はねちょっとオープニングに際してまあこのチャットライブを見てる皆さんだけっつっても結構延べで数千人の方が最終的には見てしまうんだけど、まあいいかって感じでね、ちょっとオープニングに際して皆さんに話をしておきたいことがあります。それは何かというとね、実はここ3年くらいずっと悩んでることがあるのよ。ルアーなんだけどね、本当に本気で悩んでんの。もうどう結論つけようか、どう落としどころを探そうか、落としどころっていうかな、なんかこう自分的にも個人的にもその対外的にもこう納得のいく形で、新しい機能と聴力ね、釣る力を持った新しいルアーを作りたくて、随分とね、日夜悩んでたんです、3年間も。それは何かというと、実はねスピンテールジグなんですよ。スピンテールジグで、スピンテールジグといえばあらかた元祖ともいえるこのメタル丸、このメタル丸くんが実は僕のねちょっと悩みの種なんですよ。メタル丸がなぜかというと、
これ自分で作っといて言うのもなんだけどね、出来が良すぎるんだよね。まあ欠点はあるのよ、いくつか欠点はあるんだけど、でも過去のルアーと比べるとやっぱりね相当出来が良くて、本当にあのフィッシュイーター以外から大型青物まで何でも食ってくれる、ルアーなので、で未だにある種そのライトソルトの世界のメタル系のルアーとしちゃもう爆発的なヒットがねもう10年近く続いてるという、あのすごいものになっちゃったなって僕自身思うんですけど、まあ日々ねルアー作りってのは進化していかなくちゃいけないです、うん、日々進化してしかるべきですよ。で僕はもうブリーデンさん離れちゃったので、このメタル丸自体を進化させるのはもう僕の仕事じゃないんです。 いくらねこれ実はみんなにはっきり言っとくけど、ゼロから僕が作ったものなんです、うん、これはメーカーさんの企画じゃなくて僕の個人企画だったんですね。でいろいろプロと作っているさなか、めちゃくちゃ釣れるようなものに仕上がったので、まあ僕はブリデンさんに持ち込んでこう、まあ、いわゆる製品化商品化量産という形になったんですけど、まあ友達の力あればこその部分もあるんだけど、素晴らしいものが出来上がってね、たくさんの多くの方に使っていただけるテルルアなんです。ただ僕は今ね、ブリデンさん離れちゃってインクスレベルの代表として、でまた一人のアングラーとして一人の釣り具のプロダクターとしてね、どん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 新しいものにチャレンジしていきたいし、うん、もっといいものというかね、いろんなものを作っていきたいわけですよ。でどうしてもメタルブレードスピンテールジグはね手掛けたいの、手掛けたいんだけど、いかに自分が作ったとはいえメタル丸のパクリだと誰しもが思うようなものだとね、やっぱちょっと問題があるなとね自分で思っちゃうわけですよ。うん、そっくりなものを作ったとして、まあいきさつを知ってる人たちはね何とも思わないと思うんですよ。あ、レオンさんがまた新しいメタル丸のようなの作ったなで済むと思うんですけど、いきさつ知らない人は何や、レオンとヨッサンがブリーデンのメタル丸パクってからろくでもないやっちゃなってまあ人間だから思うの、うん、思うと思うのだからできるだけそのメタル丸のギミックやデザインから遠いもので、なおかつできればメタル丸を超えるような力を持ったメタルルアーをね作りたいなと思って、この3年間いろんな形いろんなアイデアを駆使してこう作ってきたんですけどね、本当にうまくいかないのよ。結局ね、その何が一番問題なのかっつったらね、やっぱりこのメタル丸で採用した、これはもう友達のドクター T ありきの話なんだけど、このブレードフックシステムね、ステルスブレードフックシステムっていうんだけど、まあ、正確にその言葉知ってる人はそう多くないと思うんだけど、コロラドブレードの中にダブルフックを仕込んだと。でこれは本当にねコロンブスの卵ですよ。もう僕は本当に宝くんに感謝してもしきれないぐらいね、これはこの100年近く世界中のルアーマンが考えつくことができなかったシステムなんです。ブレードと一緒にフックまで回っちゃうとくる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 、普通ダメでしょっていう世界だよね。ブレードは回っていいけどフックは止まってた方がいいって常識的には誰しも思うよね。ところが実際にブレードと一緒にフックが回るような作り方をしてて、実際に釣ってみたらどうなんだって、めちゃくちゃ釣れるわけですよ。だからね、僕いつも言ってるけど固定観念はあかんっつうの、釣りはどえらい釣れるじゃないの、フックが一緒に回ったって。
回ったっていいんだよフック本当に。だってそれメタルマルが証明してるね。うん、これはね本当にねドクター T すごいなと思ったんです。シンプルでねよく釣れて理にかなってるんですよ。でとにかくこのスピンテールジグメタルマル最初の僕がずっと一人でテストしてる時にもう悩みの種だったのがねブレードバイトが非常に多くてフッキングしないわけで、このメタルマル以前のものはどうなってたかって言ったらここへフックついてたんだよね。トレブルフックの前にあのシーバス用のブレードジグほとんどそうでしょ。トレブルフックの前にトレ、ごめんなさいウイローリーフブレードね、こう細長いやつの前にトレブルフックがついてるよね。シーバス用はあれシーバスだからねあの基本的には問題ないんだけど、でもシーバスでもブレードアタックはよくあるのよ。ブレードにアタックしてくんだ、ブレード餌だと思って本体の方はあんまり餌だと思ってない節があるのよね。うん、で僕らはライトゲーマーだから小物を釣ろうとしてるアングラーなのでこのブレードバイトを拾わないとコン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 当たっても乗らないな、フロントフックにはなかなかかかってくれない、もしくはここのトレブルフックにあんまりかかってくれない、それをね完璧に払拭させたのがこのブレ、ステルスブレードフックシステムなんで。でそれと同じ機能を持ったルアーを作ろうとすると他の方法がね見当たらないのよ。もう3年間もあれこれ知恵絞って、まあこれ自体もね多分世界中のアングラーがデザイナーが100年かかっても思いつかなかったほんのちょっとしたことなんだけど、そのフックが回ってもいいんだっていう固定観念から人間逃れることできないので、実践しなかったというか製品化しなかったものがねえやってみたらなんてことないじゃんって話になるんだけど、とにかくねここがネックレスだ。作るとメタルマルになっちゃう、うん、でも、なんとかしたいわけですよ。素晴らしいルアーなんだけど僕自身が作ったんだからもう分かってんだけど、あのネックがあるんだ、うん、それはあのこの手のルアーってさ小物釣れるんだけど大型も釣れちゃうよね。本当の80、90のブリとか91メーターのサワラとかシイラとかがねやっぱりイワシ食ってる時ってのはもうこのマッチザベイトっていうのがこのサイズだよね。あと昭和からブリのジギングなんかやってて100グラムとかのジグじゃなかなか食わないのにこういうちっちゃいねコンパクトなシルエットのもの投げればもうバッカンバッカン食ってくるっていうのはいわゆるシラスパターンと呼ばれるパターンではねやはり猛烈に強いわけ。ところがフックがねフックの自由度がないがために大型魚に限ってフック伸ばされたりリング飛ばされたりしてバラしちゃうってことがねどうしても連発して、そこをねずっと僕この10年間なんとかしたいのと思って、いわゆるパワーチューンみたいなものをねメタルマルフックチューンパワーチューンみたいなものをブログでいろいろ紹介したりしてやってきたんだけどやっぱ限界があるのよね。うん、例えばどういうことになるかっつったらあの大きなフックが背負えないので、まあ、ギリギリこれ6番フックつけてるの今ねこれ製品版より大きいやつ、それでもフック軸が細いから何が起きるかっつったらこれ開いてるでしょもうフックが、これせっかくフッキングしたのに貫通せずにポンって開いちゃってるんですよ。だから秋の大型青物なんかをメタルマルで釣る人はここシングルフックに改造したりしてるよね。あとこのステルスブレードフックの方も同じくなんだけど、うん、これも実は僕はかけてバラしたのでこれ開いちゃってる、ダブルフックの片側が開いて魚がバレちゃった。そうすると太軸のフックとか番手を3番手ぐらい上げたものとかシングルフックに改造したものが欲しいよね。だけどここのね
スプリットリングのサイズがこのシステムだと上げれないのよ。うん、これはあの 40g で初期のやつだから、これ固定式、シャフト固定式になってるんだけど、本来はメタル丸っていうのはあのベアリングスイベルつけてるから、このシャフト自体がプランとプラ下がってるよね、スプリットリングで。うん、僕はねこれ固定式は絶対反対なんです。ここシャフト固定しちゃダメなんです。スプリットリングでペタッと落ちるようにしてほしいんです。ブレードだけが動くんじゃなくて、シャフトごと動かした方が絶対的に超過が出るのは僕分かってるので、これ固定式は反対です。でここ折れるしね、ちょっといい魚かかったら。だからあの埋め込みは、スイベルを埋め込むのはよほど、これ鉛出てきてるんで、鉛じゃなくて全部鉄材出てきてる話は別なんだけどね、こう折れちゃうとかいうねデメリットも出てくるのと、どうしてもここのあのスプリットリングと、スプリットリングを設置するその、ベアリングスイベル側のシャフトの穴が小さいので、スプリットリングの1番までしか通せないと。これが2番3番通せるとかね、ここへ仮にシングルフックダブルフックつけたとしてもね、1番フックとか10フックとかね、でかいのがつけれないと大型魚に対処できない。まあアジメバル、まあハタでもキジハタぐらいまでだったら全然ノーマルでいけちゃうんだけど、それ以上の魚を釣りたいときはその辺の自由度がもう一つ欲しいなっていうのが、まあまずね、まずポイント。それからあとはやっぱエビルね、ジャックした時にまあその辺を払拭したり、またちょっと違う形状で、違うギミック入れてその辺をなんとかしたいと。 できればあのメタル丸の見てくれとは違うものを求めて3年間ねずっとジタバタしてたんだけど、本当難しい。でこれまああんまり詳しくは見せれないんだけど、これねめちゃくちゃ釣れるのよ実は。だけどこれ製品化なし。ちょっとだけアップで見せるね。コロラドブレードじゃなくてインラインブレード使ってんだ。でなおかつここティンセル、後ろにトレブルでインラインブレード、ね、前はダブルで、でボディシェイプもちょっとアクションのことでいろいろ僕の中にあるので、こういうフロントヘビーのちょっと反った形のねものです。でなおかつここにこう金マンボウがついてるんだ。これ金マンボウをついたままなの。ここにスナップなりラインを直付けしてこうやって使うんだよ。だからねこれはめちゃくちゃ釣れるの。だから釣り具としてはクオリティ高いんだけど、製品としちゃなしなんだな。こんなことでね釣れるものはできちゃったんだけど、製品としちゃないなと。うん、ということでね3年間ずっと悩んでます。でなんで今日これを見せたりこの話をするかというと、3年間かかってようやく思いついた、これはっての思いついた。ですぐデザイナーさんにね昨日おととい電話して、こうこうこういうパーツ、もうパーツから一から作らないと、ありもののパーツで、組んだって、なかなかもう無理だっていうのが分かったので、スイベルとかなんとか細かいやパーツをねもう一から作り直すということで物事を考えると、おっていうようなアイデアがねあのひらめいたのよ。うん、今日は見せないよ今日はまだ内緒だってこれ 4,5,000 人見るからで、見せれるようになったタイミングでまた見せるけど、やった、ついにこの引っかかってたことが超えれない部分が、でなおかつ、メタル丸のパクリだよって言われなくても済んで、なおかつあのいろんな場面での使い勝手がさらにプラスアルファされたものをね、
思いついたのよ。もう嬉しかった。もうね、昨日の夜も一昨日の夜もね、俺ちょっと興奮して寝れないくらい、ついに出たぞアイデアがって感じなのよ。だから今日オープニングに際してちょっとそのことを言っときたかった。みんな期待して、すんげえもまた作るから。うん、あーね、あの何十年も生き残るようなルアーになり得る要素、まあこれ分かんないんだけどね、どんないいもの作ったって過去にね素晴らしくいいルアーが散々消えていってるから。でそして消えたものよりは良くないのになぜか生き残ってるもあるよね、数十年ね。だから本当こういうものは分かんないんだけど、はちょっとねそれ向かってチャレンジしてますよ。素晴らしいアイデアもできたので、ともあれこの十何種類か作ったプロトンの中でこの子はねなかなか素晴らしい聴力持ってるんで、これはこれでメタルワールとは全然別の世界の、また全く違うジャンルのルアーでとしてね、この中に入ってるギミックは活かせると思う。とりあえずこれ面白い、よく釣れる。僕これイサキとかあるいは湖持って行ってヒメマスとかね、このティンセルとこのインラインブレードのシステムはね、これこの番組を他のメーカーさんが見ちゃったら先にパクってやっちゃうかもしれないけど、それはそれで俺構わないと思ってた。これは釣れる。今までのルアーじゃそこまで釣れなかった魚がポンポン釣れる、もう絶対間違いない。もう自信があるもんね。フックシステムもいろいろ考えてんだよ。これはフックが2箇所ついてる。先っぽがトレーブル、ブレードがあって根元にはダブルフック。ブレードバイトもね、ブレードの先っちょバイトもティンセルバイトも拾えるという。まあだからこれ多分川で投げたら早とか釣れる。梅雨時期の増水時期だったらこれ多分アユでも釣れちゃうって。はい、そんなことでね、日茶頑張ってます。で実は明日うちのモニターを頑張ってずっとやってくれてる菰田君とね釣りに行こうかななんつって相談してるんですけど、メバルがねかっさ上がってきたよね。で菰田君がもうスープラやジェイド SP なんかでバンバン釣ってるので、あのテストできるなと思って、まあ同じく今チラッと見せたこうインラインブレードを使ったプラグ、これ結構でかいんだけどね、7センチぐらいなんだけど、こういうののテストとかね、あの1月2月頭はなかなかテストできなかったので、ね本格的なテストがようやくやれるような状況になってきたんで、ちょっと明日楽しみですよ。うん、何がいいか分かんないけどね、もう頭の中で作ったものと実際に現場に持ち込むものとじゃまた違うので、本当にねこれパッと見には大きい小さいだけに見えるかもしれないけど、スイムのアクションから、水中姿勢からで全部違うの。うん、でフラッシャーありなしとかね。でもこうインラインブレードだけはちょっとブレードのあるものとないものでどれぐらい違うのかはね、もうしっかりここは検証したいので、まあ、これ中心にやっていきたいと。あと最近チラチラ見かけると思うんだけど、ダブルスイッシャーのシンキングの実のメバルよく釣れるんだけど、これね今日せっかくだから覚えておいて、まあ普通に前と後ろにペラがあるダブルスイッシャーのシンキングは非常にメバルよく釣れるのは僕も知ってるんですよ。知ってるんだけど、あのねワンパターンでしか使えないの、つまり I 字形なんだよ。単純に前も後ろもペラがあるってことは動かないの、ルアーは。でジャークかけてもスウェーもしないの、うん、で、それからフォール姿勢もね、あのアングラーの任意では作りにくいの。だからそれよりも僕はシングルスイッシャーのシンキングの方が絶対的に
ルアーフィッシングのね、いろんなメソッドがね作れるんですよ。これシングルだからこそウェイトの仕込み方次第でフリーにした時の頭下がりで落とせるんだよね。ダブル水車はなかなかそうはいかないところがあるよね。でシングル水車だからこそジャークかけた時にこういうリーピングとか平打ちもできるよね。それはこの辺も一緒なんだよ。これはもう SPM のボディを改造してインラインつけてんだけど、SPM ってボトム落としてしゃくれ上げるとパーッとこういうリーピングするよね。で水平に落ちていくんだ。まあそういうことを意識しながら、SPM のバランスだとインラインブレードを入れた時にちょっといまいちなんだね。だからまた違うタイプのボディにインラインブレードを入れたものとかね、いろいろ試してるんだけど、ちょっと変えただけでというよりはもうウエイトのバランスの問題なんだけどね。まあ平気でこうやって見せてるのはね、映像で見せたってね、プロですら分かんないから平気で見せてるの。この子なんかはブレードがついてんのにジャックするとこういくんだよ、ふーんって。こういうのがいいのか、あとはもう実長でね釣り込んでみて、その釣れ方を見て、どれが生き残るかっていうとこなんだよね。なので明日はねめちゃくちゃ数が釣れるところへちょっと行きます。離島なんだけどね、数釣れるとこ行って一晩の潮の中でいろいろ魚の方は変化してくれるので、同じルアーで同じようにこう釣れ続けるってことはまずないので、テストに持ってこいのところへね行こうと思います。これインラインのブレードなんだけど固定式なんだ、ここが、固定式にするとよりボディのスラロームとかに活かせやすいので、まあいろいろ作ってます。本当にいろいろ作ってんです。あ、こういうのをちょっとね、明日から本格的に実調テスト、まあちょこちょこやってはいたんだけど、なかなか本格的にっていうシーズンでもなかったので、明日ぐらいからメバルがね完全に回復期に入ってきたので、ちょっと頑張ってルアー作りにね勤しみます。邪魔くさいね、これシャフトがついてるとなかなか箱に収まらなくてはみ出ちゃって。はい、ということで皆さん改めてこんばんです。じゃあ早速、じゃあ今からはチャットライブの方で、はい、よろしくお願いします。よしよし、今日もね、今日ちょっと7時からってやったんでね、時間ギリギリで来ちゃったので、なんだろう、気持ちが落ち着く間もなく今スタートさせちゃってるんで、ちょっと一服させてください。ちょっと一服、ちょっとお水持ってくる。飲み物買ってくるの忘れちゃったの。ちょっとしばしお待ちを。あとちょっとタバコを吸わせて、ちょっと気持ち落ち着けたいな。
準備が悪くてごめんなさいね。はい、じゃあちょっとタバコ吸いながら失礼させていただいて、コメントの方を読ませていただきます。はい、皆さんこんばんはです。A ちゃんですさん、軟骨薬さん、森下さん、カッチャさん、飯岡さん、鉄腕アフロさん、水野さん、助則さん、奥野さん、クラッチさん、万事さん、絵描き放物線さん、初めてかもない絵描き放物線さん、ガッキーさん、チュラ海探検隊さん、ブリーデン高志さん、ごめんライダーさん、門田光彦さん、三又さん、新さん、はい、皆さんお揃いです。よろしくお願いします。こんばんもね。三又さんこんばんは。今日初めから釣りに行こうと思ってましたが爆風に雨で見ました。そうなのよ、そうなのよ、みんな今晩釣りにね、連休だし、連休初日だから、だから明日じゃなくてライブは今日にしようと思ったの。釣りに行けてない人多いだろうなと思って。はい、よかったよかった、よかったのか悪かったのかライブやるにはよかったんだけどね。竹下総一郎さんこんばんは。初リアルタイムです。ビーテスラー滑り込みで買いました。うわよかったね。プラッキング楽しみです。太田川でのサツキマスにも使ってみようかな。サツキ、サツキ、まあ超大物来ない限り余裕じゃないかな。まあ、だって平鈴木八丸取ってるからね僕ただね、サツキスピード速いし、あのまたくぐりとかやるから気をつけてね。僕2回やられてんだよ。ウェーダー履いてどれぐらいかな、ももぐらいのとこまで立ち込んでかけてね、20メーターぐらいもこれパーンかけてフッキングしたらビュッてテンション抜けて、うわー思って急いでハンドル巻いたら股の下くぐるんだからね、スパーンってあの竿を折るかと思ったよ。だからサツキはまあそういうところがあるので、まあヤマメな、ヤマメアマゴなので早いので、その辺だけ気をつけて使ってもらったらね、あのパワー的にはあのまだまだ余裕だと思いますよ。大丈夫です。シンさん釣り泊中止になりましたね。マジでシンさん、マジ釣り泊って西泊のこと本当？どこに書いてあった？中止になったんだ。それちょっと大きなニュースなんで、ちょっと待ってね、今ネットで見てみるね。西日本釣り泊、あ、本当だ、西日本釣り泊中止って、おし、おお、本当、これみんな見てない人見るんじゃないかな。西日本釣り泊2020年開催中止のお知らせ。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、展示会場での対応策を検討してまいりましたが、厚生労働省からはイベント開催に関するガイドラインが出され、2月21日に開催地である北九州市からも同様のガイドラインが出されました。ご来場、ご出展者、関係各位の健康安全面への影響を第一に考え、断腸の思いではございますが開催を中止させていただくこととなりました。ご参加を予定いただいた皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。チケットの払い戻しについて詳細が決定次第この場でお知らせいたします。それまではチケットを大切に保管ください。なくさないでね、みんな。チケットがない場合は払い戻しができなくなりますので、あらかじめご了承ください。テレビ CM その他の広告について開催中止が決定しましたが、諸事情により開催のご案内をする内容のままとなっております。現在差し替え及び中止の作業を進めております。事実とは異なる内容で混乱を招く恐れがございますが、何卒ご了承くださいということが、西日本釣り泊のキーワードで今検索したら、
西日本釣り役のねトップページがこういうふうに出てきました。まあ皆さんも一度ね行く予定だった方はチェックしてみておいてください。ああそうですか。うん。まあ開催中止の知らせを今読んで踏まえて僕のなんてでしょうか、気持ちをお話しすると、あの当然だろうと思います。早く中止をしてほしかったなと思ってるぐらいです、決断をね。まあ本当にね多方面にいろんな問題があるので、そうそう簡単にね中止っていうのはね、あの主催者側からするととても難しいとは思うんですけど、あの主催者の高宮さん、これはね勇気あるご判断だと、思って僕は拍手を送りたいです。あのいつだってできるっていうのは乱暴な言い方かもしれないけど、あの英断ですよこれは。いいじゃんいいじゃんまあ2年に1回なんで、西役は本来来年ないんだよ、なんか来年でもいいじゃないと思うし、まあ、各勝手なこと言うなって高宮さんの思われるかもしれないけど、夏にやったっていいじゃん夏なんでフィッシングショーって2月3月に固まるのって話、もうぐら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 って夏にやってどっかと思います。本当にもしねご関係の方、高宮さんご関係の方見てらっしゃったら本当大変でした、お疲れ様でございました、もう大変だっただろうと思います。はい、承知いたしました。はい、では続いて、チャットライブの方を続けます。なるほどね、そうなんだ。大鳥居さんだなんでちょっと読めなかった、大鳥居さんね、大鳥居さんだね。メタル丸といえば他社で、魚種限定解除というキャッチコピーをパクったルールで出ますよね。まあはっきり言ってね、あのメーカーさんね、まああの僕はあそこの社長は嫌いじゃないですよ。でミーハーだなんだっていろんなことを言う人がいますけど、彼のやっぱりそのルアーデザインの能力とかそのセンスで実際に出来上がってる品物のやっぱり力を考えてもね、絶対にあれは、ルアーの歴史の中で評価すべき、素晴らしいデザイナーだと思うし、素晴らしいアングラさんだと思います。で彼が承知したかどうかは全然知りませんけど、魚種限定解除という言葉はこれはねやっぱりブリーデンの村井社長が本当に血吐くほど頭を絞って、ひねり出した素晴らしいフレーズなわけですよ。でそれを当時まだプロトだったメタル丸に、村井社長がこれ魚種限定解除でいきましょう、ね、あのバイクの免許があるじゃん、あの限定解除からね発送されたみたいなんですけど、なかなかねプロのコピーライターですらね編み出せる言葉じゃないんです。それをね安易にね、まあ、結果的にパクるという形でね、もう誰もが知ってるわけですよ。魚種限定解除といえばメタルマンのことだっていうのが誰もが知ってる、釣り具業界の中でと思うよ僕は。魚種限定解除といえばメタルマンでしょってね、誰もが思う中で、その自社のルアーにこの言葉を使うっていうのははっきり言ってみっともないなっていうのが僕の意見ですよ。うん。これがさ、な20年とか経ってれば別、2、30年経ってもう別に言葉なんだから、うん、いいじゃないって。まあ言葉でもね、知的財産っていうかその所有権を行使することはできるんですよ、ちゃんと登録しておけばね。なんだけどまあで、例えばアジングっていう名前だって商標登録したら他メーカー使えないのよね。知ってた？
アジングを僕らの仲間内で自然出てきたアジングっていう名称をあの時点で僕が個人的に商標登録しておいたら使えるメーカーさんはブリーデンだけだったってことになるのよ。でもそれって心狭くないって話よね。だから商標登録しなかった。そしたらね、釣り具業界のある方が、これメーカーさんじゃないのよ、広告関係とバスフィッシング関係のそっちの世界では相当有名な人がね、商標登録したのよ。でそれを知った時にね、僕は頭にきてね、ブワー言ったんだけど、ちょっと勘違いだった。その人は独占しようとしたんじゃなくて、そういうその悪用するどこかが商標登録してないなっていうのに気がついて、悪意のあるやつが商標登録したらみんなそこへ向かってお金払わなくちゃならなくなると、いろんなメーカーがアジングロッドです、アジングワームですって、アジングって使うたびに、お金がそこ落ちるようになっちゃうのよ、取られちゃったら。それを防ぐために自分が商標を抑えたんだという内情をね、おっしゃられたんですよ。直接電話かかってきて、僕がブログでふざけんなと、アジングなんてのは誰もがどのメーカーだろうが一般の人だろうが使える言葉として、ある種命名者の立場で言わせてもらえるならば、そんなもの全にネタにすんじゃねえ言ってね、ブログで僕はね火吹いて怒ったら、ご本人翌日電話されてきて、いやレオさん違うんですよ、あれはそういうよからぬよこしまな考えのやつが商標登録取ったら困るから、そういうことがないように抑えるために商標登録取ったんですっていうね、実はアジングですらねそういうことがあるのです。はい、なので、魚種限定会社もね、同じく村井さんは こんなことを商標登録取ろうとは思ってないんだけど、こんなね10年も経たないうちにね、このフレーズをパクってね商品に載せるっていうのは、いけないことじゃなくて、みっともない、やってもいいんだけど、みっともないなっていう感じは正直あるよね。もしくはこれが目立たないくらい、もうみんながやったらいいんだよ。大和さんも島田さんもガムカツさんもインクスレベルもどこも魚種限定会場ルアーには魚種限定会場でみんなが書けば、セーフなんだそこが。まあこの辺が世の中とかね、人の人生とかね、文化とかね、の難しいところである。ただ今の段階では俺だったらやらないなっていう、それが好きなメーカーがこうやられるとちょっとカクッとくるよね。はい、陽平さんこんばんは。一朝一夕メバルプラッキング第2回を期待します。あ、なるほど、前回はだいぶ駆け足放送だったのでお願いします。なるほど、まあ何回もやるよ。何回もやるよ。メバルプラグで、1この間ね、2もあれば3もあれば4もある5もある、僕はそういうふうに考えてるよ。一回で終わるつもりだからね。またやります、やります。はい。釣りに行くには嫁の許可さん、ルアーの発売楽しみに待ってます。はい、ちょっと頑張りますね。こりゃいけてるぜっていう、本当に、今言いたいぐらいだけど、やめとくね。思いつきました。昭和マダイさん、ひらめかれたメタルジグを昭和台にぜひ使ってみたいです。商品化までの期間はどのくらいでしょうか。これね、わかんないって。わかんない。これいつになるかわかんない。まあできるだけ早くと思ってますけど。脇川浩二さん、昨日はシュガーミノーとジェイド SP での反応良かったです。シュガーミノーとジェイド SP。季節的にそうだよね。お約束のゲドーシーバス50センチクラスもジェイド SP に高反応。レンジの変化が激しくてプラグを何回ローテしたかわからない。いやいいねいいね、それこそメバルプラッキングですよ。こういうのを分かってほしいんだよね。でメバルプラグっつったらもう、例えば何々のプラグが一番だ、俺はいつもこればっかで釣ってるっていうような人をね、ネットでちょこちょこ見かけるんですけど、間違いです。そんな甘いもんじゃないです。実態はもっと上があるよってことをね、知ってほしいなと僕は思いますね。
プラグを何回ローテしたかわからない。気づいたら隣で釣りしてた人に釣り方を事細かく聞かれて集中力なくなり疲れました。聞くよね、びっくりすると思うよ隣でやられたらね。ヒロブルースさん、ルアニュースで紹介されていた新作ロッドについてもうちょっと詳しく聞きたいです。あ、もう出てた。今日持ってきてない。今日持ってきてない。撮影して自宅の玄関先で撮影してそのまま玄関に置いてる。もうちょっと詳しく、あのね、色がねまだフィッシュマンプロトなので茶色だったりするので、これがあのネームもちゃんとロゴもして、グリップの形も変わって、色もあのいくつからのグリーンになった、いわゆる量産型の完成形のプロトが出来上がった時点で、細かく発表します。今はまだね時期尚早はい。トラタルさん、プラッキングさらに楽しくなりそうです。楽しいよ。俺一番好きなのは4月中盤、一番好きなのは4月上旬から5月末ぐらいにかけてが一番好き。これはね、あのでっかいプラグでも釣れるようになるし、メバルが数はそんなに釣れなくなってもサイズが飛躍的にアップするのと、やたらと泳ぎが強くなってる。あの小魚はいっぱい食べて流れの中出てくるから筋肉もりもりになって、5、6ぐらいになるとね、もうとてつもなく強いメバルにね、なっていくので、実はその時期が一番好きです。ワイヤーラックのところにお茶ありますよ。お本当だ、いっぱいあった。本当だ、ごま麦茶があった。ありがとうありがとう、気がつかなかった、まったく嬉しい。まあ細やかな気遣いありがとうございます。本当だ、あーやっぱり水より美味しい。野田さん、こんばんは。こんばん、今年初のヒメマス釣ってきました。やっぱメタル丸最高です。あ、そうか、これさ、野田さん後で返事してちゃんと僕にメールかなんかで、ベタルマラヒメマスめちゃくちゃ釣れますって言ってくださったの野田さん。あのさ、ちょっと個人的にもう一回何でもいいから連絡ください。ツイッターのメッセージでも、フェイスブックのメッセージでも、メールでも何でもいいです。あのちょっとね、なかなかヒメマスをね、そういう形で釣りに行ける方は少ないので、まあみんなが見てる前なんだけどね、なかなかそんな人いらっしゃらないので、みんなも納得してくださると思うので、うわー、あ、野田賀さんだけいいな、俺も欲しいよとか言うかもわかんないけど、まあみんなの前だけど言っちゃいます。これちょっとね試してほしいんだわ、これ締めます、試して。でこれが野高さんがね、もうこう何年かやってらっしゃるメタル丸でのヒメマスゲームを、こいつがうわ超えてるよって野高さんが思ったら、即座にカメラ連れていきますか。カメラ連れていくし、これはこれでもう少しあのプロダクトを推し進めて、まあ、はっきり言ってマス専用のルアーとしてね、あの開発 B プランにね移ってもいいぐらいなので、ぜひぜひちょっと野高さんよろしくお願いします。はい。宝沢康介さん、明日投資の磯メバルに来ます。レオンさんテイストの8フィートから9フィートの竿欲しいです。レオンさんの携わられた竿、作り出された竿は私が小さい時から触っている全てのメバル竿を集約したような竿です。長いからね長いからね、メバル釣り50年だから、もう小学校以来1年以来40年ほどしてます。あ、長いね、宝沢さんもね。だ
だから分かるんだよね、宝沢さん。小学校1年とか目張り釣りして約40年やってるからこそ、僕が今まで手がけてきた数々の目張るロットが何なのかがね、あなた分かってらっしゃるのよ。だからこれだーになるわけよ。だから、また新しく8フィート9フィート作ってくれって話になるわけよね。本当に分かってくださってる方だなと僕思う。ちなみに今9フィートのプロとの1号が焼き上がってくるのを待ってる状態です。やりますよ。平正雄さん、昨日 SPM や CB70 ドリフトを中心にプラグでの釣りを展開してみましたが、見事撃沈してしまいました。こればっかりはね、こればっかりは魚の状態によるし、ポイントにもよるよね。でも例年釣れてるポイントなんだけど今回撃沈したということであれば、ちょっと遅れてるだけ、もうちょっとの辛抱。まだ2月だから、2月って、ね、12月からメバルシーズン突入して6月ぐらいまでメバル釣りって続くんだけど、一番釣れない月が2月なんで、まあまあしょうがないじゃない。うん、今からですよ。昭和マダイさん、今週からマダイがよく釣れ出しました。5種類のメタルジグで19匹。あ、すごいね、マダイ19匹。ニュージーランドまだ多いんだね。嫁もサビキで1匹。なるほど。ニュージーランドって意外に昭和からの小物釣りってめちゃくちゃ釣れそうで結構厳しいんだよね、実はね。うん。そう簡単じゃないんだよね。マダイなんかの方がいいのかもね。ヒロブルースさん、落ち着いたらインクスファンの集いとかやってほしいですね。日本釣り博がなくなった分、このコロナ騒ぎが落ち着いたらインクスファカフェやりましょうか、福岡で。福岡のどっか、まあ、こじんまり、まあ、うち単独レベルでやれるくらいの会場をどっか借りてやってもいいね。あのフエルコさんがやってるよね、フィッシングショーに合わせてすぐその近くのホテルのフロアを借り切ってフエルコカフェっていうの、そのパクリじゃないんだけど、それやろうか。インクスカフェじゃない、インクスサロンにしようか、インクスバーにしようか、お酒出して。でコロナ騒ぎが収まったら。でもどうなんだろう、 SARS、MERS、その他通常のインフルエンザ、香港型、とうとう考えても、気温が上がって湿度が増えるとあの系のウイルスは縮んじゃう。早くても5月6月、 WHO が終結宣言を出すとしても、僕の予想では WHO が世界に向かって、今回のね新型コロナウイルス収束宣言出すのは多分7月になると思うね。ちょっまあまあまあ、でもに分かんないんでね、先がね。国内事情的に人が一箇所にこう集まっても、まあまあほぼほぼ大丈夫だよみたいな空気感が出て、空気感だけじゃなくて多少のこの裏付けが、しかるべき場所からね、医学会とかね、そういうところからちょいちょい出だしたらね、ちょっと考えましょうね。西日本釣り博にかけるはずだった費用が浮いちゃったわけよ、僕も。だからその分で、単独でやってもいいかなと。でその頃にはこう他のいろんなプロとも出来上がってるはずなんで、ちょっと考えましょうね。野坂さん、釣り博青森は夏にやります。あ、青森夏なんだ。青森この時期やってほしくないよね、北海道とか。そりゃそうだ、
そりゃそうだね。本当だ。カッチャさん、ということで九州で会いましょう。野高さん、分かりました。 SNS やってないので後でメールさせていただきます。はい、よろしくお願いします。チラウメ探検隊さん、隊長は鹿児島の離島や沖縄の海で釣りされたことありますか？インク製品での攻略法について質問させてほしいです。鹿児島は毎年5回ずつぐらい行ってますよ。5回ぐらい行ってる。鹿児島はね、今からちょっと YouTube ね、 YouTube のこれ一旦閉じて、YouTube のインクステレビ、インクステレビの中から、このフィッシングドキュメンタリーってください。フィッシングドキュメンタリーで、フィッシングドキュメンタリーの中に映像に残してるやつは一つ二つぐらいかな。でもね、なかなかいい釣りができたので、ね、それだけまずは見といてもらうといいんですけど、どこにあるのかな。レンタルボートで大門ゲーム、ビッグ大門を追う宮崎編。宮崎編はある？モッキー&コモ君、ジンベエ初乗船。違うな。ロックンチャタで大門ゲーム、サビオでボートを張った、メバルプラッキン教室、大門の地、タマン。これは高知だし、トッププラグ、ビッグオーモン続出、ビッグオーモン続出、これは大分で、闇旗、小物釣り、マチコン、東京湾、福江島。あれ、なんでなくなっちゃってるのかな。ちょっとなんかインクステレビの中に動画の整理できてないかもわかんない。まあ鹿児島はね、何度も行ってるのと、当然今年も行きますし、好きですよ。ただね、もう錦江湾はね、正直魅力なくなった。錦江湾の沖堤とかね、もちろん地方、錦江湾の沖堤は本当につまんなくなった。だから僕、鹿児島の、まあ、市内からあたりの港湾部で釣りをする場合は、あれは立ち入り禁止が多いのでちょっと気をつけなくちゃいけないんだけど、道路からこう降りてって釣るようなね、釣り禁じゃない場所での小旗ゲームが好き。うん、小旗といっても取れないぐらいのやつもね、潜られてどうにもならないやつもヒットするので、ユーマズメとか特にね好きですよ。結構いろんな根魚が釣れるのでよくやってますよ。山川湾に向かっていくわけ。鹿児島市内から、山川湾の方へ向かっていく間に何箇所もね、ゴロ太鼓を降りて、ちょっと遠浅気味なんだけど、うまくこうブレイクが近いようなところだって探せばあるので、そういうところからやった方が錦江湾の一文字行くよりもね、ずっとずっと濃密な釣りができますよ。うん、で指宿のさっき言った山川湾も面白いですね。僕は15キロぐらい の, 茶色丸旗が湾の奥ぐーって縄張り回遊してるのも見たことあるし、あ、夢ありますよ。あとなんだ、沖縄、沖縄は、去年の5月に石垣へ
あのフィッシュ、つららの小川健太郎君と小川健君と一緒に来ましたし、まああの辺は何度か釣りに行ってますね。うん、今年も行きます。インク製品での攻略法で言うと、沖縄から言うね、まずね、ああいうそのサンゴがたくさんある、サンゴ礁がたくさんある、そういうリーフ際狙いの釣りになっちゃうんだよね、あの辺はね。でやると、一つのアドバイスとしては、もうワームリグはやめときなってこと。みんな歯がすごいから、ワームなんてねほとんど釣りになんねえから、ほとんどぐじゃぐじゃに噛みちぎられて、もう何パックあっても足りないよってなる。でそんなことしなくてもメタルで釣れるので、僕は沖縄の海はもう重めのスプーンとか、ちょっと工夫したメタルジグとか、根掛かりしにくいようなをおすすめしますね。うちのルアーでいうと、僕自身が、一番実績出せたのが、ゴッツンバイブの14g と7g、これ投げてボトムついたら、あとはダーッと巻くだけです。で足元まで引っ張ってくるんです。でまたそこ落として、そこから巻くだけです。で巻き上げの最初の5巻きぐらいでドーンと来るのが、あの根からあんまり離れないやつが追い上げてきてくるんです。でそっから先はいわゆる中層回遊してるやつと表層回遊してるやつが見つけて、遠くから、やっぱりバイブレーションだからの波動で遠くから見つけてきてくれる沖縄水きれいということで、鉄板バイブってね、想像以上にね沖縄の海に向いててね、よく釣れるので、ごっつんの14と7で、石垣行った時に乗ったチャーターボートの船長にうちのロックンチャターを渡したのよ。でロックンチャターってのはワームセットもできるようにしてるんだけど、船長ワーム入れても意味ないですよって、ああそりゃそうだろう、かじられるしねって、だからそれロックンチャターワーム刺さずにトレーラーワームなしで単品で使ってください。で船長に貸したら、その船長は、まあ、釣りが上手なのもあるんだけど、まあびっくりするぐらい横で釣ったんです。僕と小賀健がもう唖然とするぐらい、ロックンチャーターパーン投げて、着水と同時にブルルルーゴー来たゴー来た、もうすごいすごい。であれね、根掛かりしても外れやすいし、根掛かりしにくいしね、本当沖縄でやるんだったら、まあ鹿児島でも僕ロックンチャーターで相当いい思いしてるけど、根掛かりまずしないから、岩と岩の間をねタイトに攻めれるわけ、ブルルストンブルルストンって。あ、そうするとね、赤旗でもねでかいやつが先食ってくんだ。あれ、あのルアーは大物キラーだからね、ぜひぜひ使ってみてください。はい、メバル姫クレベリン置きまくる。あかねちゃん、クレベリンって何？俺ちょっとわからない意味が。クレベリン置きまくる、わかんねえ。ヒロブルスさん、各ブランドさんが独自でイベントやりそうですね。そういうのも楽しい。独自イベントありだと思うよ。ある程度集客が望めるようであればね、そっちの方がはっきりするもんね。バナナ松尾さん、正直今の WHO は中国の顔色見ながらですから何とも言えませんけどね、本当にね、あいつ早くやめてほしいね、WHO の名前覚えてねえや。あれはもう完全にもう中国の毒まんじゅう食ってるタイプなんで、もう中国に都合の悪いことをね、あれほど忖度して言わないっていうのはね、こっぴどいっていうか、あからさまだったよね今回ね。あれ分かりやすすぎるよねあいつね。もう CIA なんかとっくの昔からね、もう中国中共があっこら辺お金流し込んでるってのはよく知ってるんだけど、日本人は今回初めて知ったんじゃないかな。あ、 WHO もう当てにならねえわって、ユネスコダメ、 WHO ダメ、もうあかんす、全部もう毒まんじゅう入ってます。中国の釣りに行くには嫁の許可さん、あーダメだ、我慢できない、今から初スープラ買いに行ってきます。買いましょう、うん、インクスカフェ行きたいですね。え、 EX さんどこ住んでるのか知んないけど、おいでませんやりますよ、まあ、やる、言い切っちゃう。レオンさん LINE 見れないんですよね、
今見れない iPad の方入れてないから iPhone カメラで使ってるんで後で見ます。ニートさん、レオンさん散髪したんですか。うん、今日かなりスパッと短めに切った。フィッシングショー用に切ってたので、フィッシングショーの頃にはこの切った髪とかけたパーマが落ち着いてきて馴染んできて、あのちょうどいい感じになるだろうタイミングで今日切った。松尾さん、ちなみに鹿は明日の北陸フィッシングフェスタは開催するとそうです。あ、そう、まあ北陸の方はまだ大丈夫と思ってんじゃないですか。ね、あんまりこう人の流れ的に大丈夫そうな感じはするよね。うん、北海道とかね、福岡ってのはもう中国の人観光客もたくさん来るので。りょうさん、インクスカフェ面白そうですね。中部圏からだと4時間かかってしまいそうですが、まあだよね。まあ新幹線で3時間ってとこだな。2時間半3時間です。新幹線で降りません。はい。鉄腕アフロさん、シュガーミノスリム 70F 朝食でメバルとタケノコメバル釣れました。メバルは1匹だけでした。今からもっと良くなります。モッキーお疲れさんです。今日は釣り中です。おお、今日も釣り行ってんだ、頑張ってね。音声がいきなり、音声どうなった？ H&S さん音声問題ない？サムライさんは音声問題ないです。 H&S さんはこれはうちだけなのか？そうみたいよ。うちの問題じゃなくてそっちの問題みたいよ。そういうこともあるでしょ。昭和マダイさん、レオンさんはテラアジを釣られたことありますか？いつも行くモンゴヌイの船着き場で数匹のテラアジが水面下1メーターを泳ぎ、私がかけたタイにアタックしようとしました。釣られたタイにアタックしてくるアジってどんなアジ？どれくらいのアジ？大きさは。まあフィッシュイーターなんで、メタルチェックの早巻きとか、あの重い系のミン、ジャーキングミノーとか、重い系のあれだな、重い系のリップレスミノーのジャーキング、まああの手の魚にはね、ジャーキングが一番でしょう。だと僕思うよ。テラージね、まあ僕はそんなにあのアジもメバルもね、まあ一回は釣りに行くんですよ。いわゆるランカーを超えるでかいサイズを一回は釣らないと気が済まないで一回釣りに行くんだけど、一回釣れちゃったらそれで納得して何回も行かないです。行けば釣れるの分かってる釣りってあんまり。これ51センチ、長崎県の壱岐です。初めて行った時に釣っちゃったんだよ。だからもうそれ以降はあんまり、群れが入ってりゃ簡単に釣れちゃうんで、これはメタル丸の 19g で釣りました。メタル丸の19をボトムまで落としてジャーク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 止めゴンみたいな感じで、あるいはあ表層でピシャピシャーってベイトが逃げてたらこのテラージは表層をかけてるんで、その時は着水からガーッと巻くだけです。でドーンときます。チラウミさん、回答ありがとうございます。ごっつん注文します。沖縄向けに少し工夫したメタルジグってどんなチューンでしょうか。あとスプーンはただ巻きでしょうか。ね、メタルジグでお尻にトレブルフックがついてるようなやつはアウトね、基本的に。だからフロントアシストだけにするので、もう沖縄なんで
あの魚のアタックは頻繁にあるので、チラシのダブルじゃなくて、もう本当にシングルフックのシングルアシストのリーダー短め、頭から食ってくるから、でお尻に食ってきて乗らないやつはもういいの、ほっとくの。だからアシストをフッキングよくしようと思って、こう垂らし長めに取る人がいるよね、ボディの中でこうフックが暴れるように。そうするとやっぱ根掛かりも増えてくるし、やっぱリーフがねゴツゴツしたとこなんで、ショートリーダーのシングルアシストをおすすめしますね。それぐらいかな。でもね、多分重いスプーンの方が使いやすいよ。うん、だから最低で 20g ぐらいあれば、30とか40も持ってた方がいいですよ。あのジグの代わりにスプーンで釣るっていうのが沖縄に向いたスタイルなので、うん、ただ巻きでもいいし、ボトムからだともうこう竿で持ち上げてストーンと落とすね、竿で持ち上げて落とす、あのスプーンでもジグでもね、ほぼほぼ似たようなもんです。ダーッと巻くか、ボトムでこう竿で上げて落として上げて落として、もうそれだけでいいです。多分でも釣ってたらごっつんの方で釣りたくなるよ、釣れ方が面白いから。そこからブル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 で、ふっとあのブルブルが消えたと思った瞬間にドーンとくるから、あれやみつきになる。うん、沢木健二さん、IOC、FIFA、FIFA も中京満足食らってます。食らってますね。IOC 結構はっきりしてるよね。うん、完全に中華満足食ってますね。あ、いいね。この中華満足食ってますねっていう言い方。FIFA もそう。中華満足食ってます。いかんです。まあ、あの辺の工作って、北朝鮮とか中京って、独自なやり方してて実に上手だよね、見事だよね。だから沖縄も北海道も全部それでやられて、下手すると領土化されるぐらいの勢いでやられちゃって、もう情けないことに、学生運動をやってたような、つまり僕らの世代のね、学生運動やってたやつってね、リベラルですよ。だから左派のやつですよ。で実は僕もそうだったんだよ。若い頃はハマりやすいのよ、ああいうユートピア思想っていうのは。みんなで幸せになりましょうっていう、うん、平和が一番とか、人権がーって。で当然正しいことなんで、ところが世の中見たら人権無視の場面だったりね、資本主義だから貧富の差が激しくて、その搾取する人たちがいて、労働者はいつも辛い思いしてっていう世の中の現実を若い頃に見てると、例えば共産主義とかね、社会主義っていうのは非常に落ち込みやすい罠なんですよ。で一つの理想ではあるんだけど、間違った理想なんだよね。そんな綺麗事だけでね、命の世界が成立するわけないんだよね。よく考えたら動物見てたら分かるよね。今は釣り師だし、ペットの仕事もしてるから、動物を本気で研究してたら、いかに共産主義とか社会主義がこう標榜するようなユートピアの構想イメージっていうのは、そうなればいいなっていうのは全員誰しも思うんだけど、命の世界ではそんな甘いこと言ってたら絶滅するんだよ、というか無理なんだよっていうことがなかなか分かんないわけ。ところがお金持ちのお坊ちゃんだったら、いいとこの子で、そのリベラルに若い頃にハマったやつが学生運動なんかに参加して、で就職しようと思ったらまともな企業は取ってくれなかったのよ。で、そういうちょっと学生運動に参加してたようなやつでも、採用してくれたのが新聞社テレビ局教職員なのよ。ここへみんな行っちゃったわけで、これでね、うまいことね、中共にしても北朝鮮にしてもね、うまいこと見つけるんだ、こういう人間を。分かってんだよ。だから相当その頭のいいやつがそっちの方面の頭のやつがいるんだろう。まあ大学教授だったり、メディアの偉いさんをしてるような人間にうまいこと
ね、キムチまんじゅうとか中国まんじゅう食らわすんですよ。でそんなのが、でそんなの食らってなくても若い時のそのお花畑思想がどうしてもその苦労してないから抜けきらないやつだっていて、それがね、に結構日本の中枢に何人もいるっていうのがね、恐ろしいな。これがためにね、非常に日本は実力以上に苦労しちゃってんだよね。お金の面でも何でも、もっと本来豊かなんですよ。いっぱいあるんですよ、お金。うん、こういう話になるとね、ちょっと熱くなるんでごめんね。本当にね、ここ 2,3 年ね、この問題に関してはね、もう本当にやばいなと思ってるんで、ちょっといかんなと思ってるんですよ。それまではね、表向きは一切出さずに、出さないようにしてたんだけど、ちょっとね、このままだと本当に完全に乗っ取られちゃうんで、やばすぎるぞ、あまりにも、うん、だから言うようになっちゃいました、最近はね。はい、EX さん、和歌山からハイゼットカーゴで走ってインクスカフェ行きます。すんげーパナオさん、お疲れ様です。先ほど仕事終わった風呂で晩酌しながら見てます。風呂場で晩酌、いいね、温泉気分じゃないですか。うん、ニートさん、アジは釣れたら食べますか。息のテラアジはセグロ系ですか。テラアジセグロです。で、でっかい味食っても刺身ぐらいしか美味しくないから、持って帰んない。はっぽい、はっぽいって。今、釣った魚食べることほとんどないんで、赤旗ぐらいかな、持って帰って食べるのは。ないです。ほとんど逃がしてます。そもそもクーラー持っていかないんで、釣りをするとき。撮影機材一式、何一式って言ってたらね、クーラーなんか持ってったらもう、で、手汚すわけいかないよね。いろんなもの触らなくちゃいけないので、苦労の方が多いので、でそんな欲がなくなっちゃってるんです。だから 99% 僕はリリースしてます。脇川浩二さん、メバリングに行くとき、その日の気分で今日は何々縛りみたいな感じで遊んでます。いいですね。そうすべきだと思います。ある程度余裕ができたらそうすべきです。ワームは各社シャット縛りとか、プラグは各社ミノン新編縛りとか、いろいろ混ぜて使うと気づくことがたくさんありますよね。そうです、そうです。やはりね、何かに集中してその物理的な要素を見ようというふうに心と目が向かうと見えるようになるんですよ。でただ釣りたい、釣れてるから OK で釣ってたら肝心要のことが見えない。いつまでたっても見えない。20年やっても見えない。そんな人僕身の回りにいるもん、何人も。めちゃくちゃ味するんだけど、そういうことには一切気がつかない。アジング20年選手の名選手がいますよ。でも気がついてない。そういうふうに心と目を作んないから分かんないんですよ、いつまでたってもね。うん、だけど、まあ釣れてるんだからいいじゃないって言われりゃ、まあそりゃそうかもしんないけど、ルアーフィッシング全般トータルで見たときに、ちょっと寂しいなと思っちゃいますね。こんばんは。インクスからショルダーバッグの発売予定ないですか。まあ技術と基本アイデアを、技術があってどんな素材でも入手できて、で社内にちゃんとしたいいやデザイナーさんがいる工場と知り合うことができたら作ります。それがない限り、すでにあるメーカーさんのやつの方がずっといい。下手に自分のところで作ったって、まあ、ただの偽物っていうか真似物しかないでしょ。釣り具業界よーく見てごらん。アパレル系でもこういうバッグ系でもどれも似たようなもんですよ。で、すでに世の中にあるものを色変えてロゴ乗っけてるだけじゃない。つまんなくない。俺はつまらんと思うな。ほう無意味だね。まあそのメーカーのマークをつけたものを着たい、着なくちゃいけないっていう立場だったら分かるんだけどね、特別ひいきがなくていいもの使いたいっていう
感覚だったら本当にそれ無意味だと思うよね。俺自身が嫌だもん。例えばさ、ショルダーバッグの中で持つ、僕がショルダーバッグで最も愛用して対応してるのはパタゴニアのアトムですよ、うん、もう歴代5個目ぐらいですよ。よく使うからもう普段使ってる、釣りじゃなくて。これ真似しようって気にならないもん。だって同じものにしかならないもん。ここへパタゴニアって書いてあるのがインクスレベルになるだけじゃん。それつまんなくない？多少ギミックは入れられるけど、でもこのレベルできちんと作れる工場が、例えば僕らが頼みやすいような中国工場とかにあるかっつったらないから、うん、そう簡単に見つかるもんじゃないし、こういうあのきちんと作れるメーカーさん、まあパタゴニアさんがバッグをさ自社工場で作ってるとは僕は思いがたいから、どっかね、あの OEM で頼んでるんだと思うんだけど、そういうのが見つからないとね、難しいですよ。あ、ごめん、俺これ読み間違いだ。北畑さん、インクスからショルダーバッグの発売予定はないですか？ん？同じことかな。フィッシュインで売ってるあのフィッシュポンドのバッグの発売予定はないですかっていう意味なら話は別。これはあの北米のフィッシュポンドっていうフライタックルのメーカーさんの、バッグなんで、これは代理店が入荷させたタイミングでうちは全部取ってるんですよ。だからいつなるか分かりませんけど出します。また販売します。うちの話だったら大丈夫ですよ。多分ね、5月とか6月に夏前にもう一回入ってくるはずなので、まあ明日でも電話して聞いてみますね。ニートさん、間違ってるというより成立するのは血縁のみですよね。そっからの延長で始まったのかもしれませんが、え、何のことだっけ、何のことだ。ニートさん、血縁、中共毒まんじゅうの話。ポーンって飛んじゃうとね、ちょっと分かんなくなるな。なんだろう。ある程度間が空いて書き込みされるときに何の話なのかをちょっと書いて文章書いてもらえたら助かるんですよ。よくあるんですよ。文章だけパッと書かれるともう十何個前のことに対しての文章だとね、分かんなくなるんですよ、読み上げてたら。先ほどの何々の件ですががつかないと分かんなくなる。だから未だに分かんない。ニートさん、間違ってるというよりってやつは、何々の件ですが何々が間違ってるというよりという書き方してください。よく分かりません。エヴァ82エヴァさん、世田谷自然左翼、これ世田谷自然左翼って本人あの流行語大賞狙ってるみたいだけど、つけた人うまいことつけたよね。世田谷自然左翼って本当にうまいこと言いやがったなと思うんですよ。情念つかさく面白いこと言う。ヒロブルースさん、磯で使うシューズやブーツでスパイク、フェルト、スパイクフェルトの使い分けってどうされてますか？僕はね、基本的にフェルトが多いです。ごめん、フェルトシューズ履くときはスパイクフェルトが多いです。スパイクだけだとね、意外にノリがついてる濡れた岩はね、スパイクだけだとねピン効かないんです、滑るんです。フェルトの方が水吸って張り付いてくれるわけ。ピンでガツンとこう立てて滑らないのと
滑らない物理が違ってくるんですよ。フェルトって水吸うとこうひっつくんだよ、ペタッと。でピンがあれば滑りにくい。だから僕みたいなショアアングラーで、あの船をこう引っ張り上げる滑りとか、ああいうところを歩いたりもするし、濡れてちょっと苔っぽい丸い岩の上に乗っかったりするようなことが多い僕らは、フェルトの方が、フェルトスパイクの方が安定度はあるね。うん。でもう一つ困るのは、あのスパイクシューズ履くと、あの乗せてくれない船があるし、事務所に入るなっていう船宿さんがあるし、あの辺ね、スパイクシューズちょっと難しいことがあるので、僕は最近はスパイクフェルトも使わずにフェルトだけのこと多いですよ。フェルトだけでもね、かなり滑らないので。で外付けのね、あのスパイクベルトがあるのよ。あの北海道の人が冬場にね使うやつが、釣りと関係なく朝出勤するときに道路がカチンカチンじゃない、だ普通に履いてる通勤用の靴とか長靴の上にベルトにスパイクがついたやつをこうパチッとはめて、僕はねそれ持ってる。だから基本的にスパイクシューズってのはほとんど買わなくなっちゃった。フェルトシューズを買っといて、スパイクピンベルトを後でカチッと簡易でつけて、必要な時だけつける、このスタイルが一番です。でフェルトって、フェルトの僕が好きなところはテトラとか、あのツルツルのコンクリートテトラの斜めのところを歩いたりするよね。これスパイクだったら滑るけど、フェルトくっつくからね。うん。あともう堤防やテトラ体が僕の釣り場の 90% なので、フェルトですら履かない。ちょっと待ってね、持ってくるから。僕はね、今 ほとんど釣りシューズこれです。ホカって書いてあるでしょ、ホカ。ホカワンワンって書いてあるけど、ホカオネオネと呼ぶの。ホカオネオネ、これはあのロードレースとかね、あのランナープロランナー用シューズのメーカーさんなんだけど、ソールがすごく厚くて、ここのソールの特徴はね、ものすごいクッション性が高いのと、柔らかいんだよ、マテリアルが。もう本当に軽く爪が立つぐらい柔らかいので、硬いとこと柔らかいところをうまくミックスして使って、ここなんかめちゃくちゃ柔らかいからね、これ、うん、これがねフェルトよりも、テトラ体その他じゃね滑んない。で、ゴロタ歩く時もスパイクよりも歩きやすい。で磯でもスパイクみたいに引っかかって引っかかってこけたりしない。濡れたとこへ行かない限り、磯ですら僕はこれをね公に言っちゃうとね、反対意見が飛んできて、危険だ危ないだ、そんなことを推奨するお前どうなんだとかね、もう炎上するからあえて言わないんだけど、濡れてない磯だったら全然スパイクよ、こっちの方が安全なんだよ本当は、うん、だけどそのライザキにしたってスパイクシューズにしたってそうなんだけど、人に見られてどうこうじゃなくて、自分の身を守るためのもんだから、自分が一番安全だというものを身につけるのが僕は正しいと思ってます。3万8000さん、資本主義の一番良くない点はどこだと思いますか。まあ搾取する資本家が出てくるからってとこが一番悪いでしょうね。基本的に日本はないんだよ、日本はそういう社会じゃないからね、資本主義でも。でしょ、トヨタの社長にしても三菱の社長にしても、今はちょっとね、なんか会社をかなり中国にだいぶ売っちゃったけど、パナソニック、かつての松下電器産業の社長にしてもね、かつての経団連の親方の土光さんにしても、すごい給料安いんだよ。だからその労働者から搾取 しようっていうね感じが日本の場合あんまりないよ。天皇陛下がそうでしょ、
で、戦国時代の武将、まあ、徳川家にしてもそうだし、あの自分が辛抱して、国民民衆がある程度幸せに過ごせるように自分はまあまあそこそこ贅沢できればいいやぐらいで治めるのが日本 の, あのいろんな業界のトップ連中なんですよ。基本姿勢だからね。だから僕は日本においては民主主義は、資本主義はね全然悪いと思ってます。悪いとこなんかほとんどないと思ってます、うん、でもユダヤ系の国際金融グループ資本のようにな連中はどんだけ金集めるんだと、一つの国よりたくさん金持ってたりして、それで世界中動かしたり戦争させたりね、それが最低最悪だなと思う。そういう意味じゃ資本主義はちょっと許せないところがあるんだけど、だけどまあだからといってなんか手立てがあるっちゃ話でね、うん、だからまあ日本に生まれて日本で生活してて僕は非常に良かったなと思うし、うん、それを進めていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ただ日本の企業もねちょっと随分ここ数十年で変わってきたのでちょっと不安なところはありますけど、はい、チュラウミさん、ごつんバイブや重めのスプーン調達します。沖磯のリーフエンドドロップオフですが、大潮干潮なら、陸側からほぼ濡れずにリーフエンドまで行って釣りをする。いいなあ、ほぼ濡れずに、いいなあ。レモンさんならどのような釣りを展開されるか聞きたいです。ここでもメタルジグやスプーン、インクスなごっつんバイブロックンチャタでしょうか。水深があって縦の釣りが必要なんですが、そこが荒すぎて攻略できません。まあそれはしょうがないってそこはもう贅沢だよ。うん、それはしょうがない。そこが荒いから根魚がいっぱいいるわけなんで、で使うものはそうね、そういうとこだったらゴッツンバイブでもね針がむき出しなんで、どっちかといえば僕はロックンチャタ使いますね。でロックンチャタの場合はシングルフックなんで、ゴッツンバイブだとトリプルフックかもしくはダブルフックで、フックポイントが多い分根掛かりも多くなる。で、ロックンチャタはね、ゴロタンとか持ってって引きずってみたら分かるよ。なぜ根掛かりしにくいのか、かかってもなぜ外れるか、フックポイントがねうまく物に当たらないようなバランスでできてるのよ。引っ張ると後ろのフックがこう起き上がるんだ全部、うん、でもバイブレーションなんかペタッと倒れたらもうダブルフックのこっち側のフックポイントがもうカツッと引っかかるから、だから一番根掛かりしにくいのは、ロックンチャタでしょね。ドロップ吹いて、うん、バーチカルに攻めて根の粗いところをタイトにこうやるんだったら、僕が一番おすすめはロックンチャターですね。でテキサスの3倍引っかからない、うん、テキサスが一番根掛からないと思い込んでる人が世の中多いんだけど、こう使い比べたらすぐ分かる。3倍ぐらい根掛かりしませんし、かかっても揺すってる間に起き上がりこぼし現象でコロンと外れてくれるので、全くなくならないことはないよ。なくなるのである程度ストックは持っていく必要あるんですけど、まあ現存するリグの中じゃ相当根掛かりしにくい、直リグフリリグも有利だけど、沖縄じゃねワーム使うとねあんまりいいことないよね、うん、だからワームじゃなくてハードルアで攻めた方が絶対的に正しいと思うし、そうなるとまあごっつんバイブで、フックのむき出しが嫌だったらもうイモグラブみたいなものをフックポイントを隠すためだけの目的で刺しておけばいいです。かじられてもいいように、かじられようがないようにね、うん、パナオさん、内製でやれてなんぼですね。名付けて OK とならないのが素晴らしいです。え、これプロトルアーの話、うん、何の話か分かんないんで、プロトルアーの件ですがっていうふうにこう前置きをつけてみな。中国が抜けてるから分かんないんだって。釣り業界はパクリ問題多いですよね。ロットルアーなど本当にテストしたのっていう商品ありますよね。もう商売でやってるとかそうで、好きでやってるメーカーさんと商売でやってるメーカーさんと、図体がでかくなったから商売せざるを得ないメーカーさんと、これ3種類あるわけね。釣り師が自分が思う
水道を作りたくって起こしたメーカーと、そんなことじゃなくて、釣り道具を材料に儲けようと思ってるメーカーさんと、ね、スタートでは志があったんだけど社員100人になっちゃったよ、なんか売らなきゃ、ね、据え置きのままじゃどん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 売り上げ下がっていくから新しいものを作る、ところがそんなにボン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 アイデア出るもんじゃない、だったらとにかく今売って何かお金稼げなきゃみたいな状態に企業はどうしてもなっていくのよね。だからその3種類があるので買う側がそれを見極めるってことじゃないの、ね、見極めて買えばいいんですよ。ヒロブルースさん、今年からフライ始めます。淡水から始めてソルトもやりたいですね。いろんな釣りやるべきです。いろんな釣りやると、あ、このルアーはこうなんだなっていう本当に良さがね、分かってくるようになります。葵ちゃん、ペスペ Q さん買ったのですが、このロッドでおすすめの魚種ありますか、メバル以外で。キルサンペスペはね、全然シーバスゲームやれるし、ノイケとかダムコ行ってバスやるのも、あの長い竿でバスやってるの見たことないですよ。あの辺もね、固定観念が華々しいのよ。俺ペスペでダムコ行って散々いい思いしてるからね。ペスペ持ってダムコ行って、メタル丸の 28g 持って行って、28g 投げれるからね、ペスペのキルサン。でダム湖のなんかど真ん中の方にあの水を攪拌する水すましがあるわけ、あそこまで飛ばすわけ、110m とか 120m 飛ぶわけ。おかっぱりで普通のバスタックルだとどうやったって届かないところまですっ飛んでいくのよ。でガーンかけて、で長くてしなりがあって粘り強い竿だから、少々大物が来たって全然いけちゃうから。ブリの96センチまで釣れてる竿だからね、こんな魚からこんな魚まで、うん、だから魚種、おすすめの魚種じゃなくて何でも釣ってやろうっていう気持ちで使ってみてください。カッチャさん、スパイクベルトオートバックスで売ってました。あ、オートバックスで売ってんだって、なるほど。沖田ナイジェルさん、こんばんは。先ほどまで、ヒロの小壺でメバリングしていましたが、爆風すぎて、今日はダメよ、爆風すぎてね。パナオさん、ある程度の地位になってしまうと公共の場での言動一つで問題になってしまう、八方塞がりで大変ですよね。そこの壁を破ると言いたい放題になるんでしょうが、まあなかなか破るのは難しいね。あの周りに迷惑かけるので、周りに迷惑かけてもいいやって割り切ってしまえば簡単な話なんだけど、やっぱり人って自分一人じゃ生きていけないので、ね、大勢の人のサポートや応援や協力があって物事っていうのは成立するので、そんなわがままはね、僕は基本的にできないと思ってます。それを言いたい放題ね、やかましいや、俺が嫌だって言ってるんだから、何がお前らの文句言われて筋合いなんかないわと言ってしまうのは簡単なんですけど、それをやっちゃうのはね、僕は単なる子供だと思うんです、いくつになろうがね。しんすけさん、初ベイトサビを購入しチャレンジしています。リールのセッティングや、適したリグを模索しながら5グラム前後でロッドを曲げる練習してます。リールセッティングですが、メカニカルブレーキはゼロポジションで、あるいは少しかか片付くぐらいに合わせれば、あとはマグネットブレーキだけで良いのでは。大和さんみたいにどんな時に触るのですか。あ、触りません。うん、僕はまあ今はほとんどシマノ使わなくなって、アンタレスぐらいだね、シマノは。うん、アンタレスとカルコンの BFS の2台しかなくなっちゃったかな、もう使ってるのはね。使ってないやつはお尻の奥にもうしまったままなんだけど、特に台和系なんだけど、今のベイトリールってメカニカルブレーキをいじることはもうないですよ。ゼロポジですよ。うん、僕は少し片付くまでもしないね、ほとんど片付かないぐらいのゼロポジションにして、あとはマグネットブレーキだけです。
うん、それで慣れておいた方がね、何かと便利よ。ロケーション変わったりね、向かい風追い風その他、うん、あんまりこういろんなセッティングを毎回毎回やるように癖つけちゃうとね、環境変化についていけないので、ゼロポジでマグネットブレーキだけでっていうふうに覚えた方がいいと思います。魚助さん、テキサスは砲弾形状の進化が岩の隙間に引っかかった時、くさびみたいに食い込んでいって一層取れなくなった経験があるのに苦手なんです。そうなんですよ、あれね、日本人はね勘違いしてんだよ。特に東北北海道系のアングラーさんの、いや分かってる人も大勢いますよ。でも分かってない人の話ね。テキサスが一番長かりしにくいと思ってんの。あれテキサス進化ってのは基本的にウィードレス進化だからね。ロックスタックレス進化じゃないのよ。水草だとか昆布だとかの間を抜けてくるのに最も根掛かりしないねってのがテキサス進化だから。あれがゴロタだのね、リーフだのね、サンゴ礁のね、そういうガチャガチャな岩場のための進化じゃないのに、そうなんだと思い込んでる人がねいっぱいいるんだよ世の中。違うでしょって。あれはウィードレスなの、ウィードレス進化なの。そこを考えてくださいみんな。そしたら何なのかがよくわかるから、挟まっちゃいますよ。岩ってこう、特に丸いね、ゴロタ浜行ったらこういう石と石の間はこうなってるんだから、こうなってるわけで、こうここへ入っちゃうんだよね。簡単にラインごとでツコンって引っかかったら、もうあの物がさ、ブラスだったら硬いからまだコンって抜けてくれることもあるけど、鉛だったらギュギュッと食い込んでもう全く取れなくなっちゃうからね。パナオさん、すいません、内政の話は川の話、あバッグの話で、ね、了解了解、うん。大鳥居さん、ロッドを短い間隔でどんどん出してるメーカーには不信感を覚えます。どことは言わないけど、作ってる最中を僕実際にそばで見てたから、テストとか某アジングメーカーさんだけどプロと1号上がってきましたって見せてくれてとか見ちゃったんだけど、プロと1号上がってきましたって言って4ヶ月後には新発売してんだよね。はっと思ったよね。まあ案の定いろいろトラブルがあって竿ダメになりましたけどね、売れなくて、うん、そんなもんですよ。無理だって、プロと1から言うたらね、2年、最低でも2年ぐらい、1年じゃ無理、2年ぐらいかかる発売までは。それはもう絶対そうです。だから常に同時進行でいく種類かずっとテストしてないとダメですよ、うん。ヒロブルスさん、ダム湖で大門旗のタックルを試し投げしていたら50のブラックバス釣れた面白い面白い。カリンさん、こんばんは。フィッシュインで売り切れになっているオルカっていうナイフですが、再販される予定あるでしょうか。ないです。これはね、サカナイフっていうのが元メーカーさんで、サカナイフで検索して買ってください。サカナイフにオルカって書いてあるだけでね、あれは頼まれたんで、しょことなしに最初500本ほどオルカって書いて売ったんです。だから僕の趣味じゃありません。うん、全く同じものをロゴだけ変えて売るっていうのはね、基本的によほどの必要がない限り僕の趣味じゃないんで、こういうのがいいよ、こういうのは。これはスミスさんの、これ全く同じものなんだけど色が違うじゃん。これはね、スミスの営業の尾崎君という人がオールド調を出したかったの、このカラーリングが。オールドなタックルボックスのこの何とも言えないカラーリングをこれで復刻させたらどうかなってイメージして作って、こういうシャレ心で、もうすでにね、普通の透明なやつで売ってる、こういうものにを作ってスミスって入れるのは、これは僕は賛成です、うん。これもそうね、マグタンクっつって、もう、マグバイトさんにある商品なんだけど、僕はこれを両面
両面プラグが入れられるようになっているものがマグバイトさんにはないから作ってもらって、しかもこの仕組みもいいしインクスで出してるわけです。こういうね、必然に迫られたものはいいと思うんですけど、うん、なんかだからオルカの場合はそうじゃないので、必然性ないので、あれは魚ナイフで買ってください。でフィッシュインではあれのケースだけはまだ在庫がありますので、ケースにはオルカって書いてません。魚ナイフって書いてありますから、魚ナイフさんで中身買ってケースだけうちの買ってください余ってるんで。チューラ海探検隊さん、ロックンチャット注文します。ところで鹿児島などで大門島の中型状の旗を狙う際ですが、ロックンチャターではなくジグタンワームを使用する場合、ジグヘッドにブレード装着すると効果大ですか？大門旗の場合は投げてボトム取ったら最低20回ぐらい巻いてね、岸からだと、でまた落としてそこ取ってまた20回巻くわけですよ。ダーって巻く釣り、この時にスワールテールシャットをジグヘッドにつけたら1匹が泳いでるよね。ところがジグヘッドにブレードつけてたら、スワールテールシャット1匹の下にウイローリーフの3番4番のブレードがついてるから2匹泳いでるように見えるわけ。これがね、ブレードの良さなんです。複数で泳いでるように見えるようにしてあるんですよ。うん、アンブレラリーグ、今近年は何とかいう言い方するんだけど、あの傘の骨みたいにして、その10本なら10本こういう骨の先にルアージュゲーテのアームぶら下げて丸ごと引っ張るやつ、10匹ぐらい泳いでくるよね。めちゃくちゃ釣れるのよ、うん、それのなんて言うんだろう、シンプルバージョンだということですよ。ジグヘッドにブレードつけるっていうのはだから効果あります。でワームはフラッシングキラキラがないけど、ブレードつけることによって、あの太陽が出てる時なんかキラ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 反射して遠くから見つけてくれるので、それはもうやるべきだと思いますね、うん。レオンさんの動画であまり見たことないです。単純に僕めんどくさいからつけないだけ。ブレード装着方法もジグヘッドのラインアイの反対側のアイに装着するのにはフックに通す方法などがあり悩ましい。まあこの辺は自分がやりたいと思って一生懸命考えて自分で見出す部分でしょ。僕がいいからどうこうっていうふうに考えない方がいいです。ただブレードには一定の強さはあるので、あのつけることは全然反対もしませんし、やられた方がいいと思います。で僕の動画でなぜ見ないかしたら、僕は面倒くさいからしないだけです。僕はスワールテルシャットの力を信じてるので、ブレードの助け借りなくても十分釣れるよって釣って見せてるわけです。平正夫さん、今シーズンから渓流釣り餌にチャレンジすることにしました。竿やら釣り方やらいろいろ調べているところですが、今からあの綺麗な魚たちとの出会いと景色とを写真に収めてインスタグラムに上げるのが楽しみで仕方ありません。渓流の景色や渓流魚こそ本当のインスタ映えな気がしてます。インクスレーベルから述べたら出してください。あ、まあ必然性だねこの辺はね。ノベザオを出したくなるぐらいノベザオを作るのが上手な工場、まあガマカツさんとかなっちゃうんだよね、日清さんとかね、うん。それより先にやりたいことがあるから一通りルアーロッド作ったらノベザオもってなるかも分かんない。冒険用品さんの買っててくださいうち待ってたっていつになるか分かんない。テルさん、この新月回りでミドルゲームしてきます。ハミジャミでまだ行けますか？やめてください。折れます。竿を折りたくないんだったらやってもいいです。もう折れますというか折れる原因になるので、これやめてください。ミドルゲームはなんとか頑張ってミドルゲーム用の竿を調達してくださいね。最低限で、最低限で親イカ釣る時用のエギングロッドとかね、軽めのシーバスロッドとか、
メバルロッドだったら最低限 P スペシャルの8593、このあたりです。ハミージャーミーのようなね、ワンピーでね、高弾性のね、ちょっとパッツン系のロッド使ったらね、本当にミドルゲームやってたら本当に折りますよ。うん、折りた6万2000円の差を折ってもいいやと思うんだったらやってください。絶対おすすめしません。ニートさん、思うんですけど仕掛けはジモティ最優先、経験値が違います。そうです、そうです。そこをリスペクトしながら、さらに超えるものはないだろうかって研究するのはいいと思いますけど、基本はまずは素直にそこを従ってみる方が、次の場合は僕は、いろんな意味で早道だと思うんですね。日球チャンネルさん、レオンさんがシップでイカをつく釣る話されていました。明日エギングでエアサロンパス使ってみようと思います。うん、いいかもしれない。あの抱いてる時間長くなる、もう間違いなく。そこはね、ピッピッってタッチしてピッってやるだけのやつが、うん、ピッってボツかもわかんない。間違いなく一定量のね、あの効果あるのでやってみてください。ふう、一気に喋ってね、腹筋がくたびれてきた。8時49分、今日は時間ぴったりに始めましたので、2時間でやめますよ。タバコ吸ったらほぼほぼ残り10分ぐらいですからね。お願いします。鈴木拓美さん、あ、その前だ。沖田ナイジェルさん、以前水温計使われてましたが、海の状況を知るには水面の温度だけで十分でしょうか。いや、本来沈めた方がいいです。だから僕らは経験値が深いので、ね、表面温度を測ればだいたいいろんなことが想像つくっていうか、情報としてはもうそれぐらいで十分かなっていうところです。正確に自分自身でね、あの今後のためにデータ取るんであれば、ちゃんと沈めてください。鈴木さん、メバル狙いで新規ポイントを開拓していますが、メバルがその場所にいなくて釣れないのか、自分の腕が悪くて釣れないのかわからないため、そのポイントを諦めた方がいいのか、買い込んだ方がいいのか判断つきません。港ではない場所を開拓したいのですが、何かアドバイスしていただけませんか。そうね、ブラインドっていうか、魚がいるかどうかが目視で見えないポイントは、これはね、これは難しいよね。ただこれ基本言うならね、釣れる場所ってね、必ず何らかの応答があるんですよ。当たって乗らなかったとかさ、なんか気配が姿が見えたとか、なんかあるんですよ。何もないところはないと思った方がいいです。だから僕なんか新規開拓するところで、マイポイントになり得たポイントってだいたい最初の5頭ぐらいで反応があるところばっかりです。僕なんか5頭じっとして反応なかったらもう移動する、うん、やりません。やるにしても夕まずめとか朝まずめに1回そこへ戻ってきてやるだけです。もう普通の時間帯には誤答して反応がなかったらもうやりません。それよりもだって、そうやって、あ、誤答ないね、誤答ないね、誤答ないね、誤答ないって、あ、誤答してないな、あ、じゃあもう車乗って次の磯、小磯みたいな行きます、降ります、後藤、あ、ダメだな、こっち後藤、あ、ダメだな、ちょっと次隣の磯へ移って、はい後藤、ゴン、あ、来た、こんなもんなのよ。やったら上がる、何箇所もやると釣れるところってね、あっさり釣れちゃうんで、それはね、上手下手じゃない、そんなに難しいものもない。とりあえずジグヘッドにワームでベイティーかなんかつけて、それで探っていけば釣れる場所ってのはね、ほぼほぼ必ず反応があるので。カッチャさん、 B テスラ神谷商工センターでプロと初めて見て数年待ち、値段が10万円ぐらいになると確保してましたが、安くなってよかった。10万円ってね、え、うん、次出す時はあの竿はもう8万円超えます。
10万円にはならないと思うけど、もう2万円高くさせてもらえないとちょっと作る気にならないぐらいですね。地球さん、アラバマリーグですね。そうそうです、アラバマです。うん、山本由紀さんも言ってるアラバマ、あれね、昔アンブレラリーグって言ってたんです。僕はアラバマリーグだと思ってなかったもん、何十年か前見た時に。実際に南米の人が傘で釣ってたのよ、あれ。嘘みたいな話でしょ、本当だから。傘骨だけにして、あの逆さじゃないんだよ、傘骨こう持つところを根元から切って、こっちのてっぺんちょにリングつけて、そこへ結んで、この傘の骨の下に針と餌ぶら下げて、バーサーってぶち込んで、南米の人のアイデアなんだ。ルアーマンの発想じゃないんだ、あれ。だからアラバマリグはルアーなんだけど、僕が言ってるアンブレラリグっていうのは、その原型なんで餌釣りなんですよ。だから10匹魚がついてる、餌つけてるから。さあ、木健二さん、群れで見せるのはスペナベイトも同じですね。そう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 、全く一緒です。残り5、6分です。チラウミさん、注文のため早速フィッシュインホームページ見てみます。ロックンチャーターとダニエルのロックヘッドロックが素人目に似てますが、全然違います。使い分けどうでしょうか。うん、あの本当に全く違うと思って。ダニエルヘッドロックは震えないから、ダニエルロックヘッドはウォブルだけなんだ。だから波動は出ないんです。でブレードつけてもブレード回るだけなんで。うん、ロックンチャッターってのはチャッターブレードがついてるんで、バタ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 っていうの、この波動の差は魚にとってはものすごく大きな差なんです。だから、ロックンチャッターは巻いてなんぼだと思って、バタ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 って巻くから効果が出るんです。で竿で持ち上げる時もバラッて、鉄板バイブと同じブラッて。でもダニエルロックヘッドはそうじゃないから、スーッと上がってくるから、スーッて巻くとこうなるのは、あれは IG 系であまり動かないようなワームつけてもこう泳ぐよっていうのが良さなので、こういう泳ぎに対して魚が反応するときはダニエルロックヘッドにスワシャつけて投げて巻くと、スワシャってのはテールだけしか回らないのが急にウォブルが入るわけよ。その方がいいときはダニエル、波動で近所にいるでかいやつにバッと注意を引きつけるのはロックンチャタ。そういうふうにね、考えてください。あとね、うちでダニエル売ってる理由はね、ジュラクローとものすごく相性がいいのよ。ジュラクローさせて、ダニエルロックヘッドは本当は巻いて釣るルアーなのに一切巻かないの、僕とか地球さんは。あれにジュラクローつけてロッドでリフトアンドフォールでね、根を探るの、ものすごい赤旗に強いの、あのリグは。うん、で、なぜじゃあそこでロックンチャッター使わないのかって言ったら、潮が遊漁船に乗っかって水深40メートルぐらいのエリアで潮が1ノットとか走ってる時はゴワー流れるわけ。そうするとね、ロックンチャーターだとあのウエイトが1オンスまでしかないので、まず沈みにくいのと、ブレードが水抵抗を受けすぎてラインがこんな斜めになっちゃうの、どん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 底へ着くまでに。ところがダニエルはストンと落ちてくれるわけだから、バーチカルに釣る、遊漁船で釣る、潮が飛んでる、風が吹くっていう時はあのロックンチャーターはね、28グラムまでしかないから、ということも相まってブレードが水圧を受けて流されるからという理由でダニエル使ってるんです。うん、だからジュラクローと合わせて使うために使うオフセットフックがついてる、根掛かりしにくいジグヘッドだと思って、ダニエルは。しんすけさん、近場で早朝大サバ釣れてます。30、40ですがサビを狙って大丈夫ですか。これ大丈夫、なぜ、ドラグ出せるから、大きいやつ30超えたらジーって出るようにしとけばいいの。だから40でもなんともないね。
ところがミドルゲームでボトムするときはマダイでもそこへ突っ込んだりするし、キジハタだとかその他の根魚が食ったときにはドラグ出せない釣りだから、ドラグついついドラグ締めて釣っちゃうよね。そうするとロッドの破損につながるよ。しかもね、水圧からなんか手伝うんで、もうちょっと完全にスペックオーバーになる。でもサーバー釣るんだったらほとんど表層とかさ、そんなに深いとこ釣らないので全然ありですよ。ドラグが使えるか使えないかってのは竿の強度と合わせた時に、全然大丈夫です。でサビオは折れにくい竿なので、サバ40って書いてあるけど60のサバだって問題ないですよ。全然大丈夫です。ハミジャミは折れやすい、高弾性だから。サビオは中が低弾性なんで、こんな曲げても折れない竿なんだから。ハミジャミここまで曲げたらっていうか、この辺で折れるよ、バキンって全然タイプが違う竿なのでね、一緒にしないようにね、そこは。モニさんこんばんは。前回のミドルゲームの回すごく楽しかったです。80サビはミドルゲーム用として想像してたのが、お話が出るかとワクワクしてみましたが話題に上がらず。あのロットは違う方向性ですか？まあミドルゲームでマダイとかでも使えるんだけど、ベイトロットなんで話題に出さなかったんです、あえて。ミドルゲームのなんだろうな、ジグヘッドその他の操作の楽しさを考えると、ベイトタックルにさほどの優位性はないです、うん、あれはね、もう少し繊細なスピニングタックルの方がいいです。塩、ユースケが言ってたでしょ、塩を感じてちょっとティップがこう入るような、でなおかつある程度張りがあってかけに行けたり、すぐ加えて離したりする魚たくさんいるんで、あの手の釣りは。それを考えた時にね、ユースケがミドルゲーム用に10本ぐらい竿を持ってるんだけど、その中でやっぱり 85P スペシャルを推してるのは、あれはメバルロッドだからなんですよ。で大型が来ても粘るのある竿でしっかり曲がってくれるので、操作性もよくおすすめですよということなので、80サビアってのはね、また全然違うタイプのロッドですから、ミドルゲームとして一押しできるかしたら押さないですね、僕もユースケも。はい、ルナさん、プロが釣りをする動画でよくプロの方がライトゲームでかなりドラグを緩くされてるのですが、どんな意図で言う、プロが釣りをする動画でよくプロの方がライトゲームでかなりドラグを緩くされてるんですが、どんな意図で言う。これライトゲームと言わずに、種目はっきり言ってアジングのことでしょね。メバリングしてる人でプロでドラグゆるゆるってのはあんまり見ないんだけどね。見ないよね。俺も締め気味だし、ポッキーも割と締めてるし、リンタコにしてもちょっと緩めではあるけど、アジングなんかと比べたら全然締めてる方だしね。ジーって言うけど一瞬しか言わないよね。アジングの場合はさ、30センチぐらいのアジなのに巻くときにジジ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 言って巻いてるじゃん。あのこと言ってんじゃないの。俺多分ルナさんが質問したの、これライトゲームと言ってもアジングだと思うよ。あれはね、アジ用のロッドって高弾性で薄く作ってて、50グラム切るようなね、めちゃくちゃ繊細な竿なのよ。だからドラグ締めたら竿いかれるのよ。だからドラグゆるゆるしとかないとダメなんですよ。でちっちゃい軽いジグヘッドを深いところで小気味よくこう動かして、なおかつアジの繊細な当たりを感じ取るためには軽い方が有利で、薄い方が反響感度も伝わりやすい、感度優先軽さ優先で作ってるから、ドラグ締めたら使い物にならない。魚かけた後はドラグに仕事させる釣り竿なんだよ。竿が仕事してないのよ、あの手の竿は。竿に仕事させようと思ったら負担かかっちゃう。だって50グラム切るんだよ。同じアジングロッドでも、僕がプロデュースした、ブリーデンの、68ストレンジっていうのは80グラムあるんだから。でも今時のアジングロッド下手したら35グラムとかいうのがあるんだよ、ね、平均でも40グラム、45グラムとか50グラムしかないわけ。そこの世界の話してんだろうと思うよ
ルナさんはね。ST さん、バイスライダーのただ巻きで生地旗入れ具になったことありますが、こんな使い方もあるでしょうか。あります、あります。生地旗は僕らが旗、ブームが来る前から推奨してた釣り方は、メタル丸を投げてボトムの着底からずっと巻くだけで釣りましょうって、うん、テキサスでこうネッチ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 やるのは効率悪いよ。昼間の話ね。生地旗でもスイッチが入ればボトムからカーッと巻くだけでドンと来るんですよ。だからそれがメタルジグであろうが、スピンテールジグであろうが、鉄板バイブであろうが同じことですから、全然ありです。ニートさん、今回もデータ吸収の視点で素晴らしい放送でした。これからも資本主義より釣り人観点からの放送よろしくお願いします。パナオさん、この放送のトップ画像、ジグ 100g ふと気になりました。あれ間違い、 200g だった、釣った本人から。十何匹釣ってんだ。250から200、あ、200g から280g の、スロージギングの用のジグ使って、あのうちのテスターの、福島テスターの佐藤君がね、船からなんだけどね、そう深いとこじゃないのよ、40メーターぐらいの水深で、あの重たいもので釣って、あんな重たくてあんなでっかいジグでバカバカメバルってのは食うんですよってのを見せたくて、サムネイル画像に、ね、わざと載せました。Facebook でも Twitter でもいいですから見てください。佐藤ひろき君です。銀一郎さん、昨晩は闇サーフでエバリング3時間ぐらいのオーバイト、満潮時の方がいいのでしょうか。大潮干潮時ね、基本闇サーフでしょ。サーフでね、干潮はちょっと難しいと思うよ。僕なんかがメバルでメバリング行って、干潮で釣る場所ってのはすごい水深のある場所の深い位置で釣ることが多いです。下がっちゃうんです。満潮の時はメバルは表層の餌流れてくるから、満潮時っていうのは杭に上がってくるんです。で、潮が下がると浅いところにいたくないから、水深のあるところへ戻って、今度はそこ餌食ってるんですよ、基本的にはね、うん、そこのせいだと思ってください。ニコライさん、金丸龍二さんはドラグ緩いイメージですね。ああそうなんだ。僕金丸くんのほとんど動画見ないんで分かんないです。じいじい言わせた方が派手だからじゃないそれからよほど細い糸好きなんですよ。最後の質問になります。魚助さん、アジングでドラグオンすごい人がいるのは、糸がエステルであることだけが理由ではなかったんですね。そうね、エステルだけが理由じゃないです。竿もそういうふうに作られてるってことですね。なおかつ急激なショックに弱い、エステルラインなので切れやすいですからね。どうしてもドラグを緩くするようになるでしょう。はい、はいはい。ということで今日、この間からね、3時間やってたのを2時間に縮小しました。これはいろんなちょっと意味があるので、まあ、今のところこう実験的にやってる状態ですけど、今回で2時間で切るっていうのを2度目なんですが、リズム的にもね、ちょっと非常にいい感じがしますね。あまりだらだらせず、逆に先週水曜日の一朝一夕の方をね、1時間って宣言してやったんですけど、1時間じゃ無理だね。1時間でね、何ほどのこともやれないね。うん、なので一朝一夕は1時間半くらいを今度次は目安にしてみます。結局2時間になっちゃうかもしれないけど、はいはい。ということで今日も皆さんありがとうございました。じゃあ、明日釣り行くんだよ。で、明日は釣りキャンプなんだ。釣り3分の1キャンプ3分の2です、僕の気持ちは。まあなんとかお天気も良さそうだし、気温もそこそこ高そうだし、あとは風だけ、あとメバルの調子がどうかなということで、冒頭にお見せしたプロとプラグたちでどれぐらい釣れるかなっていうのがね、僕の明日の楽しみです。また成果が出たらね、そうだな、ワンパイントアドバイスとかね、しっかり映像が撮れたら、あれルアーニュース R、
ライトゲームマニアの方で、しっかりした番組に作り直してお見せしますので、はい、上がってなかったら、あ、おっさんやらかしたな、釣れんかったんだなと思ってください。はい、じゃあまたね、来週。はい、バイバイ。